はい、こんにちは、マリルボン。音、いつも通りですかね。帽子かぶって帽る子か。かぶってるかな。あ、大丈夫か。聞こえてるね。大丈夫？ご飯、富士そば食べてきたかな。富士そば行ってきて。で、今帰ってきたところ。よいしょ。はい、どうも、こんばんは。コンティニューコインありがとう。コンティニューコインありがとう。今日は2019年の3月の8日、21時4分です。よろしくお願いします。いつも通り？カメラを止めるな。ああ、興味ないかな、全然。興味ないかな。そう、さしすせそ。し、し、そうだね。し、い、いが言いづらいね。そうだね。そうだね。顔が、矢野ラッキーの顔しないからな。ニンニン別にブスではないからな。この中だったらニンニンじゃないの。コンティニーコインありがとう。ニンニン別にブスではないからね。ニンニンめんどくさい時あるけど。はい、ワードツー。映画。はい、ブロックでーす。連投ブロックです。風船ありがとう。カメラを止めるな。興味ないね。興味ない。あんま別に見ないかな。見たきゃ見れば。ダーク誘導禁止。ありがとう。松雪泰子に似てるかな。警報自分で作ったんだよね、これ。新作のアップルパイ、こっち。話してるとまともそうなんだけど、文章を書くとな、ポンコツになるんだよ。なんでなんだろう。あ、アイテムありがとう。あ、髪型でババア感出てるよね。振り込み確認してない。いくら振り込んでくれたの？振り込み確認してない。いくら振り込んでくれたの？
仕込んでくれたの。最初コンテニコイン欲しいね。コインね、1回炎上するのに5枚使っちゃうから、5、60枚はストックしておかないと、8時間配信できないね。1回の炎上に5枚使っちゃうから。たくさん貯めておきたいね。ツイキャスのコイン、まあね、35枚かかるからね、4時間枠やるのにね。ツイキャス毎日やってるね。ツイキャス毎日やってるよ。コーヒー大好きだね、俺は。コーヒー好きだよ。スカラの方が収入は全然少ないかな。ふわっちの方が全然9割ぐらいふわっちじゃないの。いや、俺ヘビースモーカーだから。怒ってないよ。怒ってないね。全然怒ってないよ。俺はポルノ映画は撮らないかな。いや、トライしてみたいかもしんないけど、ポルノ撮ろうとは思ってないね。怖い。なんで？おお、てんてこちゃんはどつ。てんてこちゃんはどつ。腹減った。ご飯食べな。ご飯食べな。なんかおいしいもん食べな。
彼女いないよ。彼女いない。はい、ワード2。いや、普通だよ、今日も普通だよ。普通。アルバイトするぐらいじゃないのかな。バイトするぐらいの稼ぎはあるけど、バイトと変わんないね。いや、今起きてないね。ミーティングしてたかな。ミーティングして帰ってきた。ちょっときついかもね。ちょっとタイとかも。そうだね。今ミーティングしてて、で帰ってきたところだね。ああ、ごめん。ありがとう、教えてくれた。グラサン似合う。これメガネだよ、メガネ。あ、映画は中止する気ないね。全然自分でやっとこうと思ってるけど。はい、ワード2、金魚姫いらっしゃい。企業名が入ってるからだね。企業名が入ってるから。はい、ワード2。なんかボン久しぶりだね。ボンいらっしゃい。コンティニューコインありがとう。コンティニューコインお願いします。コンティニューコインバッグありがとう。ありがとう。サンキュー。
この部屋でね、大体ね、家賃は6万ぐらいかな。6万っすね。みーすけ、いらっしゃい。コンティニーコインありがとう。こんばんは。これ普段キツネ枠ですよ。これは普段キツネ枠だね。通常枠もうやってないね。お疲れ様、みーすけ。こんばんは。47号さんいらっしゃい。コンティニーコインありがとう。はい、ワドツ。33号さんいらっしゃい。よっこさん、お茶ありがとう。よっこさん、ありがとうございます。寝てる時間ないよ。寝てる時間全然ない。ハイチュウじゃお腹いっぱいになんないでしょ。ハイチュウでお腹いっぱいになるよ。大丈夫。ちゃんと食べないとダメだよ。健康崩さないでね。はい、ワドツ49号さんいらっしゃい。ああね、朝比奈さんとコラボするかもしれないですね。はい、ワドツいらっしゃい。楽しんでってください。こんばんは。いや、朝日中さんから連絡はないんで、わかんないですね、いつ来るのかは。朝日中さん次第じゃないかな、そこは。まだ決まってないよ、全然。いいね、10個ありがとう。ひげね、ブルーに染めたら短くはしようとは思ってるけどね。セクシーかな。恥ずかしいな、そう言われると。セクシーかな。そう。あ、照れるんだけど、すげえ。撮りたいものを撮ります。
撮影じゃないね、もう首が回らないね。撮影はできないわけじゃないけど。あ、まあ、どうなんだろうね。まあ、俺は運営じゃねえから。はい、わざつ、55号さんいらっしゃい。楽しんでってください。海宝さんはね、入院してるみたいですね、今。入院してるみたいですよ。わっちね、サーバー弱いよな。サーバー弱いよね。強くなんないかね。いや、そんなことないよ。俺が辞めても何の影響もないよ。俺、運営に貢献できてないから。何もないよ。ん？どうしたの？ありがとうございますって。ファッチの社長さんはすげえ若手のベンチャーの社長、30代の若い起業家さんだね。結構いろんなサービスやってて。ココタン、お疲れ様。こんばんは。もし無料分余ってたらコンティニューコインよろしくお願いします。こんばんは。コンティニューコインありがとう。サンキュー。コンティニューコインありがとうございます。ふわっちの存在意義？なんだろう。こんばんは。ふわっちに存在意義とか特にないと思うよ。儲かるからやってるっていう。利潤動機だ。利潤動機。エクスパンドおはよう。ジッポン付け方かっこいい。そう。そんなことないと思うけど。FX は僕はやらないですね。FX やらない。儲かってないっすよ。全然儲かってないっすよ。儲かってるって言いたいね。儲かってるよーって言いたいね。
なんでやらないの？やりたいことしかやりたくなくて。だってね、数字見て株価見てとかめんどくさくないですか？世界情勢見てとか。めんどくさいじゃないですか。時間もったいなくないですか？昨日20発飛んでないよ、花火。飛んでない。四口の支援ないっすよ。ナイスナイス。いや、話し方変えてないですよ。話し方全然変えてないですよ。普段通りですよ。いやー、多重人格じゃない、全然。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。メガネね、別ですね。昔使ってたやつですね。昔使ってたメガネを使ってますね。でもやっぱり色が暗い方が楽だわ。綺麗だし、世界が。眩しすぎる。こっちの方が夜も綺麗に見えるし。視覚過敏って言って光が強く受け取りすぎてるんだよね。俺はこっちの方が楽。暗い方が楽。目が疲れない。お金は貯めないよ、別に。お金は全然貯めない。やりたいことに使うよ。ミーティングっすね。ヒゲ伸びたね。だいぶ伸びたね。ヒゲ伸びた。FX とか株とかはやらないかな。おい、三原さん、こんばんは。10万は映画資金なんで。コンティニューコインありがとうございます。 LINE いいですよ、かけてきてください。どうぞ。僕がここで放送やってる時はいつでもいいですよ。チケット取れなかったんだってこと。じゃあ来れないね。ヒゲどこまで伸びるか。いや、あんまり長くても邪魔だろう。一番暗くはしてるんだけどね、ブラウザを。ブラウザっていうか画面を。
でも目も悪いから、眼鏡かけないとどうしようもないからね。こんばんは。白鳥麗子さんいらっしゃい。電話かかってこないな。かかってきた。もしもし？あ、72号です。はい、何ですか？LINE かけてもいい？あれ、声がハウってるんですけど。これハウってこっち側の問題ではないですよ。あ、そうですか。はい。LINE かけてもいいっていうことなんで、かけさせていただいたんですけども、はい。お金がないって、10万円どうしたんですか？10万円は映画の支援金ですけど。使ってないんですか？じゃあ、10万円は。はい。じゃあ、なんでパチンコ行ったんですかっていうコメントに対して、すぐブロックするんですか？めんどくさいんで。いや、それはスルーすればいいじゃないですか、だっいや、て。めんどくさいです。なんでめんどくさい？僕が誰をブロックしようが関係なくないですか、あなたに。いや、関係ないですけ関係ど、ないですよね。でもなぜそのパチンコということに関して、そんなにいや、だ敏か感ら、な行ってないって言っても、行った行ったってうるさいんで。ということは、誰か見たんじゃないですか、言ってるところ。なんで見ようがないじゃないですか。なめぜんおどくさいん金。で、バイバイ。72号だよね。ブロックします。72どれだ、これか。はい、ブロックです。朝方の電話一つ面白かったよ。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうめんどくさいよね。人の枠荒らさない。荒らさないでほしい。ああ、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。次はカエルになりたい。来世。栄養価の高い。はい、連投ブロックです。連投ブロックです。はい、連投ブロックしました。のんちゃん、朝比奈に敵意むき出しなんだ。何なんだろう。なんでなんだろうね。あ、たいさん、こんばんは。元気？どう、調子は、たいさん。刺し殺す？逮捕されるよ。大丈夫なの？そんなことやってて。逮捕されるよ。マジ？もしもし？もしもあ、し。ソフィーですけど。あ、セフィー、お疲れ。お疲れさまです。お疲れ。LINE の、はい。ハウトです。ちょっと待って。ハウってあ、るちのょっと。は俺の放送を見てるからじゃないかな。あ、では、一回枠、ちょっと枠をブラウンド、あ、こう、枠も勝手に流れるのか。はいはい。OK。はいはい。もし？もしもし、どうした？は YouTube、あ、YouTube じゃない。LINE の、い。なんかメールみたいなの貼ってるじゃないですか、プロフィールに。貼ってるよ。うん。あれってどうやってやるんですか？どうやってやるってどういうこと？いや、なんかそのままアドレス貼ってるじゃないですか。どうやってやんだっけな？わかんない。あれ、普通になんか検索しただけで勝手に入ってすげえ楽だったんですけど、で見しるょ、側は。楽でしょ？いいでしょ？ URL のやつでしょ？そうそう URL そう。だよね？あれどうやってやんだっけな？パスワードじゃなくて、なんかあ ID る。だけ載せたら検索しないとダメでしょ？
いちいち。そうそうそう。だから、あれ、すごい入りやすいんですよ。あれ、やるなんとかき。やり方書いてあるんじゃないの？ Google かなんかに。グーグルですけど。うん。やり方わからない。友達申請 URL とかで出てくるよ。ああ、URL うん。うん。で貼り付ければってことで、貼り付けるってことです。そうそうそうわかそりました。やり方う。が分からなかったんで、ちょっと、それだけうん。です。俺もね、覚えてないわ。覚えてないですか？じゃあ、うん。後でアイテム、いいね投げてきます。ああ、ありはがい。とう、ありがとう。失礼します。はい。はい。ジョン・レノン風？いや、ジョン・レノン風じゃないんだけどね。全然。照明、もともと四角花瓶だから、うん、いいね、ありがとうね。いいね、ありがとう。うん、いいね、ありがとうございます。セフィゾーだね。セフィゾーさんですね。セフィゾーさんです。殺害予告はダメだよね。多額誘導禁止です。ブロックです。セフィゾー、うん、コンディコインありがとう。鮫島さんと金杯さんやばいことになってる。え、そうなの？どうやばいことになってんの？和藤さん尊敬してます。マジで？うん。なんで俺のこと尊敬しない方がいいよ。俺のこと尊敬。やめた方がいいよ。生き方間違えないで。ねえ、面白いよね、鮫島さんね。コンデジってやつですね。僕はあんまおすすめしないですね。コンデジっすね、簡単に言ったら。ああ、ありがとう、66号さん。ありがとう。すげえ嬉しいよ。ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。
はい、こんばんは。おお、久しぶり。こんばんは。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。コンティニーコインありがとう。僕ブロックしないっすよ。ブロック1個も入れてないっすよ。ははは、演者にも向いてるかな。自分でやってみようかな。アルファ7の方が断然いいカメラっすね。全然規格が違うんで。アルファ7の方がいいっすね。特に3は抜群っすよ。ステコロ買えなかった？残念だね。ステコロ1分で完売だって。うん、ステコロ1分で完売だって。大好評だよね。手に入れた人いるのかな。うん、今年は T シャツ作んないかな。時間がないね、ちょっと。高いね、アルファ7は。今年が最後みたいだね。なんか便所さんそう言ってるみたいだね。そうそう、みやびくんとやる。残念だね。ワズさん大好き、イケメンです。ああ、ありがとうございます。イケメンじゃないよ。ありがとうね。ステゴル6月ですね。うん。6月ですね。ありがとうございます。いや、GH5 は使わないかな。GH5、現場で使ってる人を見てるんだけど、アルファの方が俺は好きだね。二度とない煙の形が。ああ、よく言われますね。変わり者だってよく言われますね。めんどくさい男っすよ。気難しくて。めんどくさい男ですね。友達にならない方がいいよ。別の形で活動って誰が？わかんない。どうなんだろうね、便所さん。それはまあ、便所さん次第なんじゃないかな。どうなんだろうね。もしよかったらコンティニューコインお願いします。コンティニューコインよろしくお願いします。10万円の機材よりも今日ミーティングで話してきたんだけど、パソコン買った方がいいってやっぱみんなと同じ意見だね。パソコンを買わないと先に進めないから、パソコン買った方がいいっていうアドバイスをもらったね。だからあと3口4口ぐらい支援があるまでちょっと我慢して、それでハイスペック PC 買うね。ハイスペック PC。 パソコン一択っすか、やっぱり。ロニー S は、レンタルでいいんじゃないかっていう。まあ次ロニー S 買おうかな。血液型は B 型ですね。正規型は B 型です。どうなんだろう、俺は普通にしてるつもりだけど。ありがとう、78号さん。78号さんから花火いただきました。ありがとうございます。ココタンまた来て。はいはい、ありがとうね。パソコン買うしかないですかね、やっぱ。PC50 万っすね。
PC50 万。トレーニングする時間がないね、今ね。トレーニングする時間がない。ありがとね。花火パチパチありがとう。そうだね。やっぱり動画編集って結構重たいパソコンなんで、ちょっと高いやつ買わないとダメなんですよね。ありがとうございます。ありがたく頂戴します。いや、トレーニング今できる状況じゃないですね。いつから始めるとかじゃないですね。あ、ミーティングの内容言えないですね。ごめんなさい。時間かかっても頑張らないとね、一歩一歩前に進んでいかないと。今日はね、富士そば食べましたね。富士そば行った。ごめんね。何でも話したいんだけどね、なかなか話せない内容が増えてきて、もうイライラしてるよ。これは放送で話さないでくださいって言われちゃうんだよね。じゃあなんで俺と付き合ってんだよっていう。意味が分かんねえよ。まあ捨て頃近いね。話したいことっていうか、なんか、なんだろうな。俺は放送やってないってことは仕事に行けないのと一緒だからさ、配信外で何かを依頼されるのって結構俺の中でストレスなの。食いぶちが減ってくし、なんて言うんだろう、もう丸々無駄になるわけだから、すげえちょっとイライラしてるかな。ちょっと辛いよ、今。そうっすね。ストレスだよ。こんばんは。かっこいい、かっこよくないよ。プロジェクター持ってないね、俺は。もうマジでこのままじゃ潰れちゃうよ、俺。いやー、苦しいよ、本当に。あ、ゴーンの変装面白かったね。はい、わざつ。
不思議だよね。みんなうまいもん食って2万3万の焼肉食ってなんかね、高え服着て羨ましいよ本当に。俺だったら全部金ね、あれするけどね、映画にぶっ込むけど。生活費はギリギリだね。生活費はギリギリ。タバコ誘導禁止ですよ。もうパチンコやんないね。好きになった人がタイプっすね 好きになった人がタイプです。いいね、ありがとう。コメント消してないよ俺。ヒゲおしゃれかな、そうかな。支援全然増えてないよ俺。映画活動は全然できてるよ。映画活動全然やってるよ。ドカタは、じゃあドカタの生き方、まあ嫌いだな。ドカタ嫌いだね。ジョニー・デップじゃないよ、俺。ジョニー・デップじゃないよ。支援の見返りは書いてあるよ。プロフィールに書いてあるけど、なんだっけ。クレジットと、ありがとうございます。おめでとう、ありがとう。エンドロールにクレジット、ポスターにクレジット、ビラにクレジット、あと、いや、マジでドカタ嫌いだよ、俺。マジでドカタ嫌い。俺はドカタ大嫌いだね。下品だから。ありがとう、132号さん、花火ありがとうございます。花火ありがとう、132号さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。最近走ってないっすね。クレジット名は企業名、個人事業主名、ペンネーム、固定版、もしくは本名、選べるようにはしてますね。ただ、まあなんか、ちんこ、うんこ、まんことか、そういうの書かれても意味がわかんないんで、そこはちょっとスポンサーさんには、ちょっと待ってくださいとは言うけど。例えば配信者とかだったらね、かっこいいんじゃないの？え、お前これに出資してたんだみたいな感じでね。ドカタ嫌いっすね。夜つうか朝ごはん食べた。支援はいくらからでもいいけど、そのリターンを受け取れるっていうか、そのメリットがあるのは、10万円から。嫌いなものが嫌いだね。50万の PC 買おうと思ってますね。50万。どんな映画を作るのか、なぜあなたに俺が
あなたに映画を作る内容を話さないといけないんですかね。何の関係があるんですか。いや、出資配信者さんではいないですね。イライラすんな。何本目でも関係ないでしょ。見ないっすね。はい、勉強しません。ハートありがとう。アイテムありがとう。映画イベント始まるんだ。いや、知らん。芸術家ではないよ。ストレス発散。いやー、もういっぱいいっぱいだよ。いっぱいいっぱいだよ、もう。うん。いや、温泉行きたい。俺だって。行きたいよ。温泉行きたいよ。ありですね。2枠買って2枠表示させてもいいし、企業名個人名みたいな感じで、それとも2枠分でかく表示してほしいとか全然やりますよ。疲れてるね。いや、タバコ吸ってらんないとやってらんねえんだ。いや、俺配信者なんだよね。いや、もう本当にさ、配信者なんだよ。配信外とかねえから。もう疲れた俺。俺配信やってんだわ。配信やってんだわ。配信回ってねえと意味ねえんだけどな。何なんだろう、その配信外っていう概念が。全然わかんねえわ。でかくもありっすね。はい。まあ、あとは、その自分の枠のエキストラ出演の分を知り合い入れるとか。そういうこともできますね。配信者が上とか下とかじゃなくて、俺、これを回してないと収入が入らないんだよ。で、何の活動にもならないんだよ。俺、働くつもりないからさ。和道って名前で活動ができないんだったら何の意味もねえんだよ。なんで堂々とやってることが名前を伏せないといけないのかわかんねえよ。お茶爆ありがたいっすね。声カサカサなのはカラオケ、この前歌ったからだね。ねえ、ストレス溜まってるね。いやー、よくない、この生き方は。
ああ、悪い悪い。イライラするんだよ。あ、ありがとうございます。132号さん、花火ありがとう。ありがとうございます。いや、仕事になっちゃってんだよね、そう。俺は仕事したくないからさ。なんかここ最近、もや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 してるよ、俺。こんばんは。いやー、ごめんね。ごめんね。はい、こんばんは。何やってんだろう、マジで。お茶爆50はね、延長するときの3分間だね。時間が、3分前になると赤く表示されるんだけど、その3分間しかアイテム投げれないね。匠さん、お疲れ。いやー、もう無理だよ、もう、マジで。いやー、もうきつい、マジで。何にも後ろめたいことやってないのにさ、普通に活動しててさ、なんで配信外で動かないといけないんだよ。何にも悪いことしてねえのに。もうやだよ、もう。もう辛いよ。別に何にもしてないんだぜ。いや、面倒に巻き込まれてはいないんだけど。その感覚が分かんないんだよ、配信者じゃない人って。いやいや、もういい、もういい、ごめんごめん。ワード2。あ、たくみさんチケット取ったの？おめでとう。すげえ、たくみさん、すげえな。取った、激戦の中で。すげえな。取った。お、え、っていうか超プレミアチケットだよ。ゲットしたんだ。す
すげえな。あ、ありがとう。いいね、ありがとう。まあ、いつもの壁だけど、もう心折れそうだよ。なんで俺映画撮るとか言ったんだろうね。だらだら家の中で雑談してればよかったんだよな。なんで、なんだろうね。すげえバカなこと言い出したよね。思いつきで言うもんじゃなかったよね。すげえな、撮ったんだ。いや、撮りたいよ。撮りたいけど。ニンニヒーターもらった。すげえあったかい。部屋あったかくなった。いや、もういいって。もういいって。もう、ああ、いや、もういいって。もういいって。もう、いや、もういいって。そういうの、綺麗事はお前らには分かんねえよ。俺の苦しみは。もういいって。もういいって。もういい、もういい、もういい。お疲れ。はい、ワードツ。おはよう。ねえ、チケット手に入った人、ねえ、チケット手に入った人すごいね。うぜえな、本当に。いや、今ある機材でも、ね。
こんばんは。こんばんは。はい。すいません。こんばんは。いや、コーヒーないとダメなんだ。コーヒー、タバコ、もうコーヒー1日6本とか、タバコ3箱とか吸ってるわ。そうじゃないとやってらんないんだよね。溜めてること吐き出したらどんなに楽だろうね。キツネさんは何号まででもいるよ。癒しが欲しいね。そうだね。自分で選んだことなんだけどね。誰のせいでもないんだけどね。いや、ほんとそれ。放送休んだら食ってけないもん。 いやー、ドレさんさっき電話かけてきてくれたよ。なんで放送やんねんだって、はどうって、生き残ろう2人でって電話かけてくれてきたよ。はどうって、放送やってねえぞーって、2人で生き残るって約束しただろうって、どんなに貧乏でも頑張ろうなーって、もし和道が食えなくなったら、電気代とか払えなくなったら、俺が調子よかったら払ってやるからなって。水道代でも電気代でもできることはやってあげるから、2人で生き残ろうなって言ってくれたよ。どれさんも何も知らんよ。プライベートなことは全部話さないもん俺。放送で話せることしか誰にも話さないもん。生活はね、生活は全然良くなってるよ。でももう気がおかしくなりそうなんだよ。放送が楽しくないんだよ。あんなに楽しかったのに、もう放送を開くのが嫌なんだよ。もう全然楽しくないよ放送が。
ありがとう。あるかもね。いやもう働くって古いんだって。もうくだらないよ本当に。頭が痛い。
頭痛い。ちょっと待って。2019年3月の8日22時32分です。2019年3月の8日22時32分です。机ぶったたいて怒鳴ったら机ぶったたいて怒鳴ったら切れちゃった、ごめん。してないですね。こんばんは。ありがとうございます。コンディーコインありがとう。ああ、ありがとう。ミラーはバンだね。
通報して卵味噌ミラーは一発番だから通報してください。はい、こんばんは。何なのさっきから。10万ギャンブルで消えたとか10万パチンコがどうとかって何を根拠にどう言ってんの。レント NG だよ。いやだからそんなことやって何になんの。すげえくだらないんだけど。嵐じゃん。通報して。嵐でしょ。通報して。1週間ぐらいバン食らえばいいんだよ、そんなの。いや、それさっき話したよ。配信外で、配信外でって言われて、配信外で、キツネは人枠だけだね、ブロックは。嵐がすごい、ブロックしていくから待って。ライバーからはないよ、俺は。ライバーからはない。ライバーからはないね。嵐多いよね、うん、いやブロックしないよ。本当クソだよね関わってくんだよな。自分のネタやれよ、配信者なら。人の名前で飯食おうとすんじゃねえよな。くだらねえ。だから嫌いなんだよ俺、配信者。足の引っ張り合いとか人のことネタにしてバカにすることしか脳がねえから。映画ね映画ね、まあ、まあまあ知らない。俺の名前出さないでほしいね。頭痛い、マジで。あー、イライラする。パ
パチンコで10万溶かしたっていう何の話ですか、それ。はい、こんばんは。お疲れ。他でやれや、もうそういうくだらねえ話は。ああ、もううぜえ、こいつら。本当嘘つきだな。いや、もう通報して、みんなも協力して。ミラーと他枠誘導と誹謗中傷。はい、お疲れ。人の枠荒らすなよ。パチンコやってないです。はい、ブロックです。いや、買ってるよ、35さん。全部報告してるよ。プロフィールページ見てごらん。金額ビタビタに合うから。そこまでやってて、プロフィールページに買った購入履歴も残してて、見せてて、まだ言ってくんのよ、こういうバカが。ありがとう。通報ありがとう。全部見せてるのよ。買ってるところも見せてるの。それでもまだ、こういうバカがいんの。全部見せてんの。いや、リスナーにぶつけてるわけじゃないよ。ごめんね。リスナーにぶつけてるわけじゃないから。ごめんね。いや、つまんないよね。普通に会話ができないから。俺だって何もやってないもん。通報も何も、何にもやってないもん。悪いこと、あいつが勝手に虚偽ね、枠誘導して、枠誘導も違反でしょ、ミラー配信も違反でしょ、で嵐でしょ、誹謗中傷でしょ、4つ書いてんだから、4つも対象外の。俺、卵味噌の話なんかしてないもん。ああ、恋愛は別に年齢関係ないと思いますね。愛はどっち。うん、分かってる分かってる。お前ブロックね。いや、落ち目なのは自分のトーク力がないからじゃん。自分が面白い配信やってないからじゃん。人の名前で人気取ろうとすんなよっていう。疲れてる。頭がずっと痛いよ。ありがとう、ありがとう。うん。撮ってますけど、71号さん。なんで撮らないって決めつけてるんですか？なんで撮ってねえって決めつけてるんですか？71号さん。あなたが知らないだけでしょ。71号さん答えてね。なんで今の機材で撮らないのって言ってるけど、撮ってますけど。なんで撮ってないって決めつけるんですか？ 71 号さん、答えてね、最後まで。俺答えるから。なんで今の機材で撮らないのって、なんで撮ってないことになってんの？ええ。なんで撮ってないことになってるんですか？ 71 号さん答えてください。今の機材撮ってますよ。お疲れ様です。いいね、ありがとう。
ブロックな、答えないんなら。知らないのはあんたが、じゃあ知らないんだったら口出すなよ、ブロックだよ。知らないんだったら口出すなよ。知らないのになんで口出すんだよ、バカかよ。口出すなよ、じゃあ最初から。知らないんだから。74号もブロックね。あーありがとう、あーありがとう、花火ありがとう、匿名さん花火ありがとう。中身がないなら見なきゃいいじゃん。中身のあるところ行け。お前ブロックな。アービドンつけありがとう。いいね、5個ありがとう。風船ありがとう。いいね、ありがとう。だからパチンコなんかしてねえっつってんだよ、しつけえな。ブロックな。うるせえな、お前もブロックな。休みたいよ俺だって。あーお前もブロックな。ロムールとか安全とか言ってない、お前ブロックだよ。はい、お前ブロックな。はい、セーフって書いたやつもブロック。お前ブロック。俺リスナーなんか減っていいと思ってるから、1円にもならない、支援もしない、応援もしない、足引っ張るやつをつるむつもりなんか俺はないから、全員ブロックしてやるよ。他行け、ゴミが。あーゆうこさんお疲れっす。お前ブロックな。いいね、ありがとう。14号お前ブロックな。
いい、もうバンバンブロックしてくから大丈夫だよ。気にするとかじゃない、目障りなんだよ、イライラしてんだよ。喉枯れてるんだよね、今。お疲れ様。お疲れっす。はい、お前もブロックな、93号。さよなら。疲れてるね。ああ、ありがとう。ディナーありがとう。寝る？ごめんね、なんか怒鳴ってばっかりで。ディナーありがとうございます。おやすみ。ありがとう。はい、お前ブロック。危ねえって書いたやつブロック。やばいやばって書いたお前ブロック。リナ、この間投げた、マジで？ありがとうね。ありがとう。見てねえよ、お前ブロックな。お前ブロック。カラオケの時に投げてくれたの、ありがとう。はい、お前ブロック。はい、お前ブロック。はいはい。はい、お疲れ様、こんばんは。ありがとうね、カラオケの時に投げてくれたんだ。ありがとう。ワードツ、来なくていいです、ブロックです。通報してみんな卵味噌っていう配信者、ミラー誹謗中傷枠誘導全部違反だから、卵味噌っていう配信者通報してください。はい、お前ブロックね。卵味噌皆さん通報してください。枠誘導誹謗中傷嵐ミラー通報してきてください。和道への枠誘導、ミラー、誹謗中傷、嵐、通報してください。卵味噌ね、ひらがなで。過疎。卵味噌通報してきて。もういい加減にしてほしい。絡みたくない。お灸据えないダメだよ、こんな。もしもし。配信中すいません。はい。今ブロックされたんですけど。ああ、ブロックされたんなら、ブロックされるようなことをしたんじゃないですか？いや、違うんですよ。僕、カメラを止めるなを見ましたかってはい。打っただけなんですけど。いや、だから、多分、ブロックされるようなことをあなたがしたんじゃないですか？前後で。いや、僕してないですいや、しよ。てます。嫌監じゃねえ督、んだカメラ、よ。嫌じコゃメねえンんだよ。トを嫌じゃ確認しねえてくんだださい。よ。嫌じゃねえんだよ。お前が不快なことしたんだよ。俺に。いや、初コメなんですけ知どらね。ねえよ。てめえが初コメかどうかなんか。二度まあ、と分見かっるんじゃたねえわ、よ。二度と見るんじゃねえよ。お前。ああ、見るかい、ボケ。見なくていいから。じゃあな。ブロック。
ああ、アイテムありがとうね。通報ありがとう。うん。ああ、ありがとう。ありがとうね。LINE はあれですよ。僕のプロフィールページに書いてありますよ。LINE 書いてあります。養分伊藤もじゃあブロックして通報してください。僕用はないんで、養分伊藤とかに。いやー、頭痛いんだよ。ストレス溜まってんだ、ごめんね。ちょっと待ってね、落ち着くまで。ありがとうございます。ああ、みんなごめんね、手間かけちゃって。トンボ？ああ、ありがとうね、ごめんね。なんかくらい休みたいよ。 ありがとう。 M さんからいらっしゃい。あ、お前ブロックね。111号ブロック、通報ありがとう。あ、落ち着く落ち着く。頭痛い。ああ、お帰りなさい。すいません、手間かけさせちゃって。すいません。休みなんてないっすよ。休みなんかないっすよ。ありがとうございます。しつこいよね、本当に。俺、人のこと嫌がらせをして喜んでるやつって相当、なんだろう、性格悪いと思ってて。卵味噌から来ないでください。ブロックです。いや、わかんない。のりこ知らない。ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。あ、ありがとう。アイテムありがとう。イライラっていうか、もう頭痛い、頭痛がガンガンするし、もうインライラしてるね。ごめんね。